はい、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、<あ>本日のですね、ステートオブプレイでついに、はい、えっと、ファイナルファンタジー16の続報が来ました。はい、来ました。まあえー、長らくね、あのー、皆さん待ってたと思いますけれども、うんえー、しかも、えっ、ー、と、2023年の発売が。 え決定しました。ということで、はい、あのーま、今日はですね、えーと、吉田直樹さんが、えー、と率いるタイトルになってますので、はい、FF14 がすごく好きな野口さんを読、えー、んできましたので、ぜひ、はい、ともまず野口さんが今回のトレーラーとかを見て、えー、の感想を、えー、聞いてみたいと思います。はい、えー、そうですね、今回、トレーラーは、えー、とイベントシーンと、あとはちょっとバトルシーンも。 実際のバトルシーン、UI を含めたバトルシーンが含まれていて、えー、っと今回、テーマとしては召喚獣はがかなりやっぱり強い存在、えー、キーとなっていたので、うん、そこがかなり強調された、えー、トレーラーになっていたと思います。あの本当に FF を代表する、えー、召喚獣が多数出てきて、BGM では、ね。召喚獣合戦と、うんあ。言ってましたね、はい。なんで、本当に怪獣バトルじゃないですけど、えー、召喚獣を使って、そういった大規模な戦闘が今回、かなりキーとなっているようで。 で今回、そうですね召喚獣からいきますと,、えーっとまあ、最初のトレーラーでも出ていたイフリートやシバやフェニックス、えー、に加えてさらにオーディンや、えー、バハムートやラムーといった、えー、召喚獣が、えー、登場することがまず明らかになったんですけど、えー、っとですあの一部召喚獣が結構 FA14 F の召喚獣のデザインとほぼほぼ一緒な,な、ねえー、ものもいたりして。 結構そこはまあ14、えー、知ってるものからするとおーってなるようなえっと部分でしたね。えー、と具体的に言うとガルーダがそうでした。羽が4枚ぐらいあってあの人型の感じなんですけどそのたりのデザインはかなり14に寄っているようなものになっていましたね、はい、でなるほどね。 なんかあの召喚獣で言うとその、まあ、召喚獣合戦で召喚獣のバトルっていう話なんだけど、うん、なんかこの若干一瞬だけそのリアルタイムでこうバトル映像がその召喚獣のバトル映像が出てるんだけどあります、ね、これはこ,こ,これもプレイヤーが操作するものなのかその単性で指示するのか。 どういうういものなんでしょうね,うですねここに関してはちょっと情報量は少ないですよね、画面の,、ね、あの HP バーは出てるんですけどもね、そうねあの多分プレイヤーが左側のイフリートで操作していくんだと思うんですけども、どうですかね、た、まあ、多分リアルタイムのアクションになってる気はするんですけど、うん、ちょっとまだなんともっていう感じではありますね。 なんか召喚獣対召喚獣で、そのそれぞれのゲージが出てるから、ちょっと。なんか格ゲーっぽい感じで。なんか、あの、今までの召喚獣って、大体、あの、フォーティンは知らないですけど、その他のタイトルだと。その時間制限があるじゃないですか。あそうですね。はい。で、それがなくなって、元に戻るみたいな感じだけど、なんか、これ、どうやら、なんか、その、召喚獣対召喚獣で。特になんか、もう、どっちかが倒れるまで。 こう戦う雰囲気ありますねこれそうですね、本当に、確かに、確かに。でそのバトルの面でいうと、普通のバトル、いわゆる召喚剰ではない部分のバトルパートは、はい、まあ、皆さんの推測通り、リアルタイムのアクションでしたね、間違いなく、今回のトレーラー。ここはやっぱちょっとね、うん、あの15の延長かなっていう見,見,見た目ですよね、第一印象としては。そうですね、はい。かなり、その、多分どうなんだろう、コマンド要素あるのかな、そのいわゆる15で一応、 モードとしてあったのは時間を止めてゆっくり選べますよっていうところがあったと思うんですけど一応でもねあの UI を見ると、えっと、右下の方に何かねそのアタックボタンとか魔法ボタンファイヤーとかねなんかあのジャンプとかなんかそうですね、うん、アクションが載ってますよねアクションが載ってるよね魔法魔法のボタンがあってそれをこうキングダムハーツ的な感じで切り替えて 自分の選びたい魔法を選んでボタンを押すことで繰り出すという感じでしょうから、うん、なんかあんまり時間止めてっていうのはなさそうだよね。そうですすねね多分リアアルタイムアクションのみな気はしまとはそうです気、ね、づい,いた点としてはどうも主人公は、まあ、召喚獣複数の召喚獣の力を。 行使でできるようであの左上の体力の隣にイフリートとかガルーダとかのアイコンが複数あるんですね。でどうもそれをリアルタイムで切り替えながらいろんな技を出していくっていうプレイスタイルにな,になってますね。本当だねこれはかなり楽しそうだなと思いました。あの実際のゲーム中というかトレーラー中ではなんかガルーダの技で空中に飛ばしてからタイタンの技で地に叩きつけるみたいな場面もあったので、まあ、そういったコンビネーション が楽しめるような、えー、バトルになっていると思いますねあの,あの召喚獣コンボみたいなものもありそうっすねそうですね,そうですねなんか実際に画面右の UI にはいろいろ技名みたいなものが出てたりしててなんかそれが星ついたりしててどうもまあ、デビル見るくらいじゃないけどある程度のなんかそういうテキスト<笑><笑> ss ランクじゃないけどそういうテキストが出てくるようでかなりなんかそスタイリッシュアクション寄りになっているとは思いますこれまでのフェフよりも,うもえっとあとあれだね僕が今回見て思ったのがあの、うん、前回のトレイラーからね多分1年半か2年くらい経ってるのかなはいはい、あののでその時やっぱりそのビジュアルのカットシーンの部分がなんか。 すごい正直に言うともう少し頑張ってほしいなっていう感想があってああ今回のキャラクターのアニメーションとか作り込みがすごくね僕はアップしてるなっていう印象があってかなりあのビジュアル表現にも、えー、とさらにブラッシュアップがかかったんだなっていうのはすごく思いましたねそうですねあのー、ゲームプレイ中もそうですけどイベントシーンとかのカットシーンも含めてうん、うん なんかもうすでにティザーサイトによると最初から最後まで遊べる段階にあるようで開発の進捗としてはかなり進んでいたようですね。はい、2023年だからね、もう。えっと、そうですね。うん、で、夏ですね。はい、夏ですね。夏あなんで、<は>ちょうどあと1年ということですもんね、開発はそうですあ。そうですね、ほとんど。うん。でちょっとだ。 はい、こういうね、あの大きなスケールの AAA タイトルと1年はあっという間だから、本当に実際にはかなり完成状態に近くて、これからね、バグをフィックスとか、そういう段階なのかもしれないですね、下手すると。ああ、そうですね、確かに。はい、なんか、近々どっかでプレイアブルさせてくれたら嬉しいですね。<laughs> ねえなんかでもその、はい それぐらいのタイミングが整ってても良さそうだけど、まあでもスクエアニックスはいつも言ってるように弾が多いので、今一番近いものから使用させてくるんでしょうね。確かに確かにそうですね。まあでもなんか今年の,の、まあ、E3 じゃない E3 でなんかあ,、うん、あ,あってもいい気はするよね。なんか、あのあ<ー>そ,それこそ FF7 リメイクとかは E3 でね、使用した時あったし。うんうん、ありましたね。うん その時もだって結構発売遠かったんだよね。あと,、うん、と FF15 とか本当に結構、ま、あの早い段階から c 要あったんでああ、そうですね。はいはい。まあなんか別に今回あってもそこまで驚かないですよね。うんうんうん、はい。まあ我々アメリカ行くじゃないですか、ね、野口さん。はい、行きますね。あとだからもしあったら嬉しいよね。いや嬉しいどころじゃないですね、もう。野 <laughs> 口さん、それだけで行ってよかったですそれだけでもう満足ですね。<laughs> はい、ということで、あのその辺もしもねあったらまたあのアメリカから情報を、えー、提供できるんじゃないかなと思いますので、そうですねはい、はい、えと万が一あった時の話ではありますが、あ, <laughs> あまり期待しないでほしいですどうなんでしょうね、<laughs> 本当に。そうですね、あと一個だけ気になった点としては、ボス戦どうなるんだろうなっていう感じですね、その例えば1対1で 1> あ<ー>、うん そう,ね、そうですね特に召喚獣がこんなにたくさん入ってくるとそのボスボス中誌のボス戦ででも召喚獣バトルになっちゃうかどうかとかですよねうん、うん、なまあ冒頭のシーン見るとなんか龍騎士と騎士と戦っているところはあってまあそこから召喚獣になって戦う。 っていうのはあんまり想像しづらいんですけどまあ、単純にこの1対1でのボスの難易度はちょっと気になりましたね今昨今流行りの死にゲーじゃないですけどあれぐらいシビアにしてくるのかっていうところですかねはいはい、うん、そうですねまああとストーリーとか、はい、今回はだからストーリーがそこまで少なくとも僕にはその見えてこない感じだから前回は本当にストーリートレーラーだったのが 今回が召喚時とそのゲームプレイを見せてくれた、バトルを見せてくれたのがメインだったのかなという感じになるので、うんうんうん、そうです、ね、なんか、うんあの、ストーリーとか探索の映像とかも見たいですよねああ。そうですね。もう少し世界の広がりを見てみたいですね、次の情報では。楽しみにしていきたいと思います、はいはい。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。したバイバイ。さよなら。